中央銀行とは国家や一定の地域の金融システムの中核となる機関である。通貨価値の安定化などの金融政策も司るために通貨の番人とも呼ばれる。中央銀行はその国、地域で通貨として利用される銀行券を発行し、また市中銀行に対しては預金を受け入れるとともに最後の貸し手として資金を貸し出すとともに 国の預金を受け入れることで政府の資金を管理する。銀行券を発行する。中央銀行は金融政策を通じた物価の安定に対して責任を負っている。中央銀行の政策の基本となるのはマクロ経済学である。政策金利の決定など中央銀行の政策内容はどの国も機密保陣がされている。現金、預貯金の量は 民間の経済主体の活動によって決まるため、中央銀行が直接マネースサプライの水準を決めることはできない。そのため、中央銀行はマネースサプライに影響を与えるためにマネタリーベースを利用する。中央銀行はマネタリーベースの操作によって民間銀行の貨幣量の上数効果を通じ、経済全体のマネースサプライを操作する。 中央銀行は経済ショックから国民の経済構成を守るために行動する。中央銀行の金融政策が本来の効果を発揮するためには、その政策に対する市場の信頼を確保しなければならない。中央銀行の最適な金融政策を考える上で重要なのはコミットメントであり、中央銀行は金融政策の目標達成について力強い。 態度を示す必要がある。元 FRB 議長のベンバーナンキは、中央銀行は市場に対し、その政策の目的、予測を伝えることで市場の反応を確認し、柔軟に対応すべきであるとしている。また、バーナンキは、中央銀行は、名目金利だけではなく、インフレ期待の形成を通じて、実質金利も操作できると指摘している。 世界最古の中央銀行は1668年に設立されたスウェーデンのリクスバンクであるとされる。1694年にはイギリスのイングランド銀行が設立された。イングランド銀行は対フランス戦のための資金調達目的で設立された王国政府の銀行であったが、19世紀初頭までは単なる大銀行の一つの位置づけであり、当時は 特権認可された複数の銀行が独自の銀行券を発行していた。イギリスでは19世紀の初頭に金融強行が頻発し、多くの銀行が破綻して銀行券が無価値になる混乱が発生したため、1844年にイギリス首相ロバート・ピールの名を冠したピール銀行条例が制定され、イングランド銀行以外の銀行による発行業務が禁止された。 これらの自然発生型の中央銀行に対して1882年に設立された日本の日本銀行や1913年に設立されたアメリカ合衆国の連邦準備制度などは当初から物価の安定や通貨の発行業務を目的として設立されたものである。中央銀行の数は1900年には18行であった。その後、 1920年代から急増し、1960年までに約50カ国に、1990年には160行を超える状況となった。詳細については、銀行銀行の期限を参照。中央銀行は政府から独立しており、金融に関して独自の判断をするという位置づけを与えられている。 政府から独立した存在であることが求められるのは、政府が通貨価値の保持を怠り、目先の諸問題に対応することを避けるためである。中央銀行は通常は一つの通貨に対して一つ存在する。中央銀行はこの通貨量を調整する権限を持つため大きな影響力を持つ。1960年代に世界的に ケインズ政策が行われるようになった。ケインズ政策においては、財政政策として歳出を増大させると、クラウリングアウトが発生し、乗数効果に制約がかかる。しかし、中央銀行が適切に金融緩和を行えば、クラウリングアウトは発生せず、財政政策が最大の効果を発揮する。このポリシーミックスは供給力に未稼働の余剰部分が、 ある場合は有効であるが、供給力が限界に達すればその政策効果は、実質 GDP 増大ではなく物価上昇の積極的な要因となる。民主主義の政府は、物価の安定よりも完全雇用を施行する性質があるため、インフレが起きる可能性があっても、財政政策の効果発現のため、中央銀行へ金融緩和を求めることになる。もし、 中央銀行に政府の要求を断る力がなければ最終的にインフレとそれに伴う資産の再分配及び潜在成長力を損なう可能性がある。このため中央銀行は政府から独立する必要があり政府の要求以下に関わらず通貨価値を保持することが求められる。ドイツの中央銀行だったブンデスバンクは過去のハイパーインフレへの反省から 通貨価値の保持を最優先としていた。ブンデスバンクの影響を強く受けている2012年現在の欧州中央銀行も物価の安定が第一義的目的となっている。一方、アメリカの FRB はその政策目標が物価の安定と最大の雇用となっている。これは世界恐慌で25%とも言われる失業率を記録した経験からである。実際、 1970年代中頃までは FRB はほぼ財政政策による高金利の引消し役となっており1970年代における高インフレの原因を作っていたこのためブンデスバンクと FRB は金融政策の方向性について衝突することが多かった2012年現在においては政府のインフレバイアスに対する中央銀行の独立性が低かったり 中央銀行がインフレ抑制に積極的でなかったりする国の通貨は信任されがたい。経済学者の松尾正は欧米では保守系は中央銀行の独立性を重視する一方で左派系は中央銀行の独立性を改めようとする傾向にあると指摘している。経済学者の上田和は中央銀行に対する外部からの圧力により 適切な政策運営がなされず、物価安定に失敗したケースも多い。その多くは、戦争や、その他の要因による、大規模な財政ファイナンスのため、適切な引き締めができなかったケースである。こうした経験を踏まえ各国は、中央銀行の独立性を高めたり、物価目標を明示的に定めたりし、政府が不適切な政策運営を中央銀行に、 強いることを阻止するための仕組みを導入していったと指摘している。エコノミストのコミネタカオは中央銀行の独立性は政治的介入によるインフレ政策を防ぐためにあると指摘している。経済学者の田中秀臣はどの国においても政府と中央銀行はお互いに目的を持って協調し合わなければならない。それは当たり前すぎて条文として書いていないくらい。 常識的なことであると述べている。経済学者の原田康氏は、物価安定の定義は、政府が決めるべきであると指摘している。経済学者のジョン・ブライアン・テイラーは、中央銀行の独立性について、金融政策のルールと対比させながら、中央銀行の独立性、特に金融政策の独立性が常に、政府、議会から政治的圧力にさらされるため、 金融政策のルールを導入すべきであると論じている。上田和は政府目標を明確にさせることは将来の中央銀行の政策運営に関する不確実性を減らし政策やショックに対する市場の反応を安定化させるため金融政策の効果を強めるという好影響が期待できると指摘している。経済学者のジョセフ・イースティグリッツは 中央銀行の独立は不要であると主張している。フリードリヒハイエクは現代の民主主義社会ではいかなる政府も通貨当局の独立性を保つことはできないとしている。中央銀行の独立性が弊害をもたらす場合がある。中央銀行が雇用よりもインフレ抑制を施行した場合、景気対策を実施する政府の意向に対立して独立性を持つ中央銀行が 金融引き締めに回ることで、財政政策の効果が相殺され、デフレーションが続き、失業率が高止まりすることや、それに伴う潜在成長力低下のリスクがある。景気循環の責任を中央銀行だけが負うわけではなく、また、自国の通貨価値の下落を避け、インフレ率を低く保つべきであるという立場を取ることは、中央銀行としては当然のことであるが、 国際化された現代経済では市場が予想していない時期での金利引上げは景気萎縮効果よりも債券、株式市場や為替市場への影響が迅速かつ多大であり債券価格の急落や為替の急上昇などが予期せぬ市場の混乱を招き批判の対象とされることになる。2000年に日本銀行は政府の反対を押し切りゼロ金利政策を解除し市場に 多大な混乱を招き、デフレを加速させてしまった。経済学者のミルトン・フリードマンは、連邦準備制度理事会の議事録を丹念に調べ、著書、米国金融史』で、結果が良ければそのことを、自分の手柄とする一方、悪ければその責任から逃れようとすることは、人間の常であると記している。経済学者のポール・クルーグマンは、我々は、中央銀行の独立性を擁護してきた。 しかし、この独立した中央銀行が失敗による面目失墜を恐れるあまり、自国経済のためになることすらやらない存在となっていることが不況の大きな原因になっている。国を問わず根本的には組織に問題がある。自分の組織上の地位や組織そのものを守ろうとしている。中央銀行独立性への介入に関しては躊躇すべきではないと述べている。 ジョセフ・イース・ティグリッツは中央銀行に独立性があるかどうかが問題ではなく重要なのは中央銀行のトップの資質だ。経済を成長させ社会を安定させ所得格差の是正に取り組むといった社会全体に貢献する目的を持つことが重要だ。国民からかけ離れたところで中央銀行としての役目を果たしていると言っているだけでは説明責任を果たしたことにはならない。 中央銀行は究極的にはその国の国民に仕えていると述べている。ロイター通信のフェリックス・サーモンは国際的な協調政策行動を取る際には中央銀行は独立であってはならないし一般に中銀の独立性が高いほど政策効果も弱い。名目的な独立性は良いことだ。純粋に独立していた最後の中央銀行家は二つもの。 巨大なバブルを無して多くの点で国際金融危機の主犯であったアラン・グリーン・スパンである。中央銀行の独立性は不幸なことにもし同じ金融政策を大統領が実施させていたら帰って得られなかったであろう。信頼性を彼に与えたと述べている。ドイツの例中央銀行の独立性がもたらした弊害の最悪の事例として 第一次世界大戦後のバイマル共和制のハイパーインフレーションが挙げられる。当時のドイツ国の中央銀行であるライヒスバンクは政府からの独立性は高く、総裁は第二帝世紀を引き継いで終身制であり、最小には任命権はあっても非免権はなく、国会は総裁人事に関与できなかった。そのため、 私企業の手形割引を乱発して通貨が大増発され、一兆倍のインフレーションが発生し、日常の経済活動遂行にも障害が発生した。政府は、ハイパーインフレーション抑制のため、当時のライヒスバンク総裁、ルドルフ・ハーベンシュタインの悲鳴を考えたが、終身性に阻まれ実現できなかった。1923年11月20日に、 ルドルフ・ハーベンシュタインは休止するが、その一週間前に、国内の土地を担保とする新通貨の発行によるインフレーションの収束を主張してきた、ダルムシュタット及び国家銀行り、ホレスグリーリー・ヒャルマル・シャハトが、フリードリヒ・エーベルト大統領より新設された国家通貨委員に任命された。シャハトの協力によって、連転銀行が設立され、 国内の土地を担保とする新通貨連転マルクの発行によりインフレーションが収束した。社派とは同年12月にライヒスバンク総裁に就任している。ベンバー難期は目標の独立性と手段の独立性の違いは有用だ。中央銀行が自由に目標を設定できるという目標の独立性を民主主義社会で正当化することは困難である。しかし、 中央銀行が干渉を受けずに適切な金融政策を実施できるような手段の独立性は経済安定のために極めて重要だとし独立性について手段の独立性だけを指している。経済学者のジョン・ブライアン・テイラーはアメリカの事例を通して過去半世紀におけるマクロ経済のパフォーマンスの変化はルールに基づく金融政策の遵守の変化及び 金融政策の事実上の独立性の変化と密接に関連していた。しかし、法律上の中央銀行の独立性の変化とはあまり関連が見られなかった。形式上の FRB の独立はルールに基づいた枠組みが存在しない状況下において金融政策の良い結果に結びつかないようであるとの胸を述べている。経済学者の浜田孝一は 中央銀行の独立性とは政策手段を自由に選べるという意味。国民経済全体に影響を与えるような政策目標まで決めることを意味しているわけではないと述べている。経済学者の高橋洋一は中央銀行の独立性については中央銀行は政府と目標を共有するが、その達成手段は中央銀行に任せ政府が口出ししないとなっているのが、 世界標準であると述べている。エコノミストの飯塚直美は、金融政策の目標は、選挙によって国民の信を得た議会の場で決めるというのが、グローバルスタンダードである。中央銀行の独立性とは、金融政策の手段に関する独立性であり、金融政策の目標は、政府が決めるというのが基本と述べている。経済学者の伊藤元重は、政府が 中央銀行の行動にしばしば口を挟めば中央銀行の独立性は失われる。ただ、ターゲットの設定については中央銀行の独立性はない。政府がそれに関与する。しかし、一旦ターゲットを設定した後の金融政策の運営については政府は口を挟まない。ターゲットを実現することを求めるだけである。それなら中央銀行の独立性は失われないと、 指摘している。イギリスの例イングランド銀行は1997年に独立性を獲得する。イングランド銀行の独立性は、金融政策の運用手段はイングランド銀行に任せるというもので、政策の目標は実質的に政府が決めている。日本銀行について日本銀行については、日本銀行法で手段と目標の独立性が定められている。 日本銀行副総裁である若田部省とは日本では中央銀行の独立性について大きな誤解がある。民主制の下では政策担当者は国民に対して政策の説明と結果責任を負っている。中央銀行も例外ではない。この制度設計の欠陥は国家のガバナンスの観点からすれば深刻である。さもなければ日本銀行は かつての関東軍のようになりかねないと指摘している。田中秀臣は日本銀行は法律上政府とは独立した機関である。当然民主主義の統制官に入っているわけである。国民や政府に対して何も責任を取らない、何をやってもいい組織ということではない。日本銀行は日本経済を健全に成長させなければならないという責務を負っている。 法律では日本銀行の政府からの独立は謳われているが、それは政府と目的をすり合わせた上での手段に関する独立性である。目的を一緒にするのは日本銀行の独立性を脅かすことではないと指摘している。明治大学国際総合研究所フェローの岡部直明は日銀法には政府との連携は重要であると明記されている。 日銀だけが政府との連携を無視すれば、それは独善となると指摘している。経済学者の池尾和人は、政治が目標を決め、日銀には目標達成の手段だけ独立性を持たせ、あとは日銀の責任だというのでは、政治の責任を日銀に転嫁するご都合主義ではないか、と述べている。また池尾は、社会保障負担が増大する一方で、増税、 財政禁縮には限度があり、中央銀行だけがそうした状況から独立していられるわけではないというのも現実であると述べている。浜田孝一は1998年に新日本銀行法が施行されて以降、日本経済は世界各国の中でほとんど最悪と言っていいマクロ経済のパフォーマンスを続けてきた日銀法は欠陥のある法律だ。 権限がすべて日銀へ行ってしまい、政府がほとんど口出しできない。日銀が目標と手段の独立性を合わせ持つ、世界で稀なシステムにしたことが、長期のデフレに国民が苦しめられてきた原因であると指摘している。元日銀審議委員の中原信幸は、日銀の独立性は、戦前の陸軍の統帥権と似ている。統帥権は、明治憲法に根拠があるが、 日銀の独立は憲法に根拠がない。独立を保障するのは実績のはずだが、実際には日銀の独立性が高まるにつれて円高が進み、日本経済は沈んだ。独立とは自分の手で勝ち取るもの。実績も上げていないのに、偉そうな顔で独立性を主張しても認められないと述べている。FRS のあるエクルズビルイングランド銀行を集中王銀行。 新本店スイス国立銀行、日本銀行本店前日の通り、日本における唯一の中央銀行は日本銀行である。本土復帰前の沖縄では、アメリカの軍票である B 円や通貨である米ドルが流通したが、特殊銀行であった琉球銀行は、通貨発行や金融機関の監督などの権限を有しており、中央銀行的な役割を持っていた。なお、 これらの権限の多くは後に行政機関に権限移譲されたほか、最終的には復帰直前に普通銀行に転換した。ありがとうございます。